INI、ファッション誌ビビ12月号特別版の表紙に、22日発売。ストレイキッズ、本日放送のテレ朝ミュージックステーション35周年記念4時間スペシャルに18時頃の組で出演。韓国の花ツアーは、BTS、防弾少年団が米 LA 開催するコンサートパッケージの販売で話題に。大韓航空直行便プラスホテル1泊プラス会場往復シャトル219万9千ウォン。ホテル1泊プラス会場往復シャトル35万9千ウォン。会場往復シャトルのみ7万5千ウォン。東方神起、11月14日に日本オンラインファンクラブイベントビッグイーストファンクラブイベント2021東方神起ザガーデン、オンライン、開催へ。SF9、ダウォンとフィヨンの新型コロナウイルス感染により4便ジェイン&チャニが濃厚接触者で2週間の自主隔離を開始、ローン、ジュホ、テアンは自主隔離不要。インソンは疫学調査中。トッテナムホットスパー FC、公式ツイッターでソン・フンミンが好きではありませんと投稿で話題に。最近、自分の意見と反対だと思うことについて赤い旗の絵文字を使って投稿するのがトレンド。マンチェスター・ユナイテッド FC やレアル・マドリードなども赤い旗投稿をしている。中国ボーイズグループの人気メンバー、実は少女だったことが明らかに。育成型グループ億光年少年団参加の練習生として活動していた月花源、12歳。事務所はオーディションをオンラインで実施したため、十分な確認ができなかったと説明。すでに契約を解除していると発表した。